花尾芳郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾芳郎です。一週間ご無沙汰いたしております。金尾芳郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。まずは、松下俊美さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞお願いいたします。はい、どうでしょう。あ、今日黄色じゃないですか。今日いいですね、黄色がまたね、似合って、ひよこみたいなね。今日もね、今日はね、久しぶりにですね、まあ、お友達というかね、親友のね、ゲストをご紹介しましょう。諸岡健二さん、イエイ。どうも、花尾さん、いや、吉見さん、久しぶり、どうも、どうも、お久しぶりです。どうも、このコロナの中、どうも。いえいえいえ、ね、大変だけども、はい、いかがですか。あなたも今度ね、新しいアルバム出ましたが。出ました。さてね、4月21日。ね、4月21日ですね。4月の21日、エストランジェ。エストランジェ。はい。というね、諸岡健二さん。これ何枚目になりましょうか、ね、何枚目なんでしょうね。もう随分あるでしょう。10枚目ぐらいです、ね。いつも10枚目とか言ってんですけど。ねえ。これでも、ちょうど4月21日だと、ちょっと真っ只中で、ちょっとなかなか動きがね。そうそう。これね、うん、手売りで売っていこうと思ってたんですよ。うんうんうん、ところがどっこいね。うん、できないじゃないですか。だからそうそう、ライブがね、全然ね、うん、全然その要するに何、発売ツアーみたいなね、感じてなかなかそれができないんで、うん、本当はね、4月の25日に、うん、ゼップ東京で、うん、ガンダムのイベントがある予定だったんですよ。ガンダムのね、はい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 、それでそこでちょっと宣伝したかったんで、うん、4月21日発売したんですけど、うん、そのイベント自体飛んじゃったから、うん、他のライブももう全部飛んじゃったんで、なるほどね、なかなか売れない、どうしようって感じですよ。はい、買ってください、リスナーの皆さん、ね、ぜひね、この諸岡健二のホームページから買いますんで、はい、買います、はい、ホームページから買える、はいはいはい、一応ねストア作ったんですよ、諸岡健二の、はい、ね、ストア買って、ぜひね、じゃあちょっとこの中からですね、まずは、はい、一曲ご紹介いたしましょうか。はい、これはトラック9になりましょうかね。トラック9ですね、はい、忘れかけた空。はい、
思い出して作っては見たけれど見せかけばかりで風に煽られて空も飛べずに足元に落ちてゆく。いつの間にか僕らが失ってた心を教えてくれてる気がするのさ。夢中になれずに生きてることがどんなに儚いものなのか。もっともっと僕らは飛べるはずさ。きっと何かを忘れただけさ。素晴らしいですね、相変わらず。ありがとうございます。素晴らしい声じゃないですか。かっこいいボーカルね。忘れかけた空、はい、ね、忘れてしまわないように僕の心を、ねえ、カノさん忘れないでください、ね、俺のこと。何そんなことないでしょ。あの本当にね、あのなんていうかな、まあ僕らはあのあなた今ね、あの、はい、東京慈恵学園のね、はい、あの学園長さん、はいはい、ね、やられてますけども、あのそういう時期からのなんか同じ釜の飯を食ったのか、いや本当ですよ、ね、うん、仲間、ね、だったので辛い時もそうですよね、はい、なんかね、いろあのすごく、まあ、それをこうずっと今もね続けられてるっていうね、その精神を続けられてるって僕はもう本当に尊敬してますけどもですね。いやもうあの大変でしょうけども、頑張ってねいただきたいと思うんですけどね。大変ですけどね。今日もね朝からいろいろあの今日一応一つ募集されてることがあって、東京都で、うん、あのアートにエールをっていうやつで、それをやってんですけど、あの講師の皆さんにこれ絶対応募してってやってるんですけど、繋がらないんですよ、ネットがね。ああそうなんだ、はい、まあ、それがあれば、そのお金があれば、うん、あの学院で全部入れて、うん、子供たちのためになんかできるかなと思ってやってんですけど、うん、なかなか、うん、開かない。開かない。うん。殺到してるのね。やっぱり殺到してんじゃないですかね。なんかやっぱそういうことがこう、あの、まあ、給付金もそうなんだけども、はい、
なかなかうまくいってないよね。いかないですね。まあまあみんながその欲しいからそうなってるのかもしれませんけど、はいはいはい、なかなかうまくいかないですね。この前僕でもそうなんか税金とかのはすぐ取られるよ。そうそうそう。すぐですよ。すぐですよね。本当ですよね。あんなにすぐ来るのにな。本当ですよ。払う時はなんかかかるんだね。でもねこの前あの区役所僕ちょっと行ったんですよ。うん、そしたらやっぱり、ね。区役所の皆さんもすごいあの優しく対応してくださるんですよ、はいはいはい、だけど来てる側の方もさっきだってね。あ、それはあるかもね、うん、だからこう誰がどうこうじゃなくてね、そう、うん、やっぱりそういう部分でなんかこうあのやっぱりリーダーシップをちゃんとね取れてないっていうのがなんとなく思うんですよ ね、はい、やっぱりこう中心がガチッとした感じのねあの意思があればもっとなんかまとまり、せっかくね今こういう逆にチャンスですよね。そう、あの政府と国民が一体になる、ね、いや本当思いますよ、はい、だから金沢さんみたいなリーダーが出てくるから、ね、いやなんで笑うんですか。いや本当になんで行くんですか。いやいや僕は何も やっぱりこうでも今結構皆さんっていうか不平不満ばっかり言ってるけど、うん、自分がいざ俺が総理大臣とか なったら、うんうんうん、俺もう辞めますって言いますもん、ね、もうこんな重荷は嫌だって、うん、だからあの誰かを責めるっていうよりもやっぱそういう、こうシステムがね、そうですね、やっぱ官僚とかね、うん、やっぱりどっちかっていうとその要するに政治家もそのマスコミも全てその官僚に握られてるみたいなことがあるんで、うんうんうん、やっぱそういうシステムがね、ちょっとやっぱり ね、 そうですね、ね、まあ、あの本当にあの国民のことを なんか思えなくなるっていうか ね、そうですね、まあ、これから変わっていくんじゃないですか、ね、これを機会に ね、うん、なんかね、まあ、いろいろ変わっていくとねいいですけども、うん、はてじゃないはて早速ちょっといやいやいやファックス来てますか、諸岡健さん今日ね、もうやっぱ政治的な話でいやいやいや、タンポポのような来ました来ましたよ、タンポポ行きますね。かなおさん、としみさん、桜田さん、こんにちは。今日は桜田さんはお休みです。そうですね、今日は諸岡健二さんゲストということで楽しみにしています、はい、よろしくお願いします。4月21日発売になったアルバムエストランジのタイトルとなったエストランジをリクエストお願いします、はい、今ねここでね、はい、ね流れましたね、これバラードね、ライブ で、ね、はい、ライブで歌っていただいて大好きになった歌です、うん、弾き語りでささやきながら歌ってもらえれば一コロになってしまいます。ラジオネームレイコさん、ありがとうございます。またこれがねもうね、ねもうコロッといっちゃうよ、そうコロッとみんな行くんだよね。行かないんですけど、まあ、これあのエストランジっていうこれピアノのね小島さんっていう小島よしのぶさん2人でやったんですけど、はいはいはい、とってもあのいいピアノを弾いてくださってですね、ただこれ生で歌おうかなって思った、これ生で歌っちゃうとね眠くなっちゃうよね、やっぱ昼間だと、いやいや 夜ちょっとお酒飲んで、うん、夜の声聞くのがいい感じで聞こえますよ、うんうん、自分でもあいいなと寝ちゃうかって感じ寝ちゃう、はいね、はい、いい塩梅にできたかなと思ってます。なるほど、はい、今流れてますけどもですね、うん、はい、あのこのアルバムいつ頃どれぐらい時間かけたんですか。結構あっという間にできちゃった感じ。いや去年のね夏から作ってたの。あ、ちょこちょこと、はい、そうなんだ、はい、ちょこちょこ作って、まあ、一気には作らなかったんですよ、ちょこちょこ作り出してっていう感じですね、うん、はい、なるほど、はい、だからね、モロカイの声ってなんかあのこれハスキーなんだけども通るんだよね、うん、珍しいよね、高い声が出るしね、まあまあ、ね、そうですね、まあ一般的よりは高いかもしれないですね、高いね、男性ではね、はい、声もでかいしね、声でかいですね、それはもう九州人だから違う、あ、この間さあの吉田君、中村吉田君に会ったのよ、うん、あ、そうですか。そう、それであのちょっと僕の知り合いの、うん、あのの人のライブがあって、はい、でその博多の連中が相川さんとかもそうだけど、うんうん、いろいろ来てて、はい、その時吉田君に会ったのよ。あ、そうですか。もうなんかね、吉田君も元気でかでしょうか。声でかいけどもあの今度秋ぐらいになんか出すんで、うん、あのラジオ来たいとか言ったけどね。あ、そうですか。うん、ぜひね。あれ、加納さん黒田君知ってますか。黒田。ドラムの指揮してる、うん、あったあった、うん、黒田君今ドラムやってるんだ、オードボーズ入ったのね、そう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 、ね、そう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 、
みんなね、でも頑張ってね、はい、うん、やってますね。吉徳もでかいもんね、これね。吉徳もでかい長崎県人だよね。あ、そうだね、同じ、うん、そうそうそう、竹本、そうでしょ、竹本、竹本でしょ、吉徳でしょ、俺でしょ、うん、福山、あ、福山君もそうだっけ、山下さん、あ、はい、前川清さん、あ、前川清さんね、最初は、うん、そうだね、うん、いや、でも個性的な人がやっぱ多いね。そうですね、みんなでもハンサム、あ、でもさ、あ、うん、ハンサムよね、うん、みんな、まあ僕を筆頭にですね、本当にそうそうそう、ということでね、他に、僕の方からご紹介しましょう、はい、皆様こんにちは、こんにちは、金尾吉郎さん、投げ銭アヒューム FM オン中というねチャーリー佐藤さんですね、今日はモロキン魂ですから滑舌よくいきましょう、モロキン玉いやいや、皆様こんにちは、諸岡さんお帰りなさい、ね、ただいま、ブルームード以来の歌声を楽しみにしておりますと、はい、ブルームードってやったね、マシケンとモロケンと、はい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 、ね、あれ以来かな、うん、それはあれ何月だったの、6月、あれは何月だっけ、うん、やりましたね、はるか遠くな、ね、うん、でもそれ去年ぐらいじゃない、そう去年です、もちろん去年だった、次いつですか、次しようと思ったんだけども、この騒ぎじゃない、ね、僕もねギター持ってね、うん、外出たの久しぶり、なんか、あ、今日ね、はい、そうよね、うん、自宅でね配信のライブは、そうですよ、もう自宅でもう楽しませていただきましたけども、自宅からやってるからライブ配信やっぱやってんだ、ね、皆さんやってる、やってますね、なんかあの Facebook のね、はいはい、中で、ね、あのレコ発のライブが飛んじゃったりしたりしたで、あ、せっかくやってくださるっていう人がいたから、うん、その店の主催っていうことで Facebook ではやらせてもらいました、はい、はい、あ、なるほど、あのそういうのに機材とかいるの、機材はね、俺スマホで動画撮ったことないのよ、まだスマホでも大丈夫ですけど、本当、うん、やっぱりあの何パソコンでいろいろやると、あ、そうでしょう、持ってない、面白いパソコン、うん、あ、いらんいらん、カノさんいらん、いらんってもうその後はいらんよ、ごめん、もうほんとね、時代に取り残されたカノシロ、しかってなる前もう時代はね、時代はカノオについてくる、いやいやいや、佐藤さんのね、お便り途中でしたけども、はい、昨日は昼間からよかろうと神田、田町、上野、北千住と飲み倒した私って、あら、やるよな、よくな、加納さんの好きな浜松町には寄ることができませんでしたっていうね、浜松町、僕好きな店がある、あ、そうですか、好きな店あるんだ、秋田屋っていう、へ、言っちゃダメかな、何屋さんですか、いや、あの秋田料理の、へー、うん、あるのよ、いや、あの、鶏、あの要するにつくね、つくねの元祖、へー、鶏のつくねの、あ、そうですか、叩きって言うんだけど、すっごいうまいよ、あ、本当に、うん、秋田屋ってね、 あんまりこう宣伝してもらえない、秋田屋、ということでね、筑豊の種馬と佐世保の馬場殺しの共演を楽しみにしております、何それ、筑豊の種馬、チャーリー佐藤さんから今日はね、1万円来ておりますね、1万5000円、わー、細かい、ありがとうございます、さすが、さすがチャーリーさん、ということで ね、松下さんの方が、はいはい、埼玉市在住タオさん、タオさん、タオさん元気ですか、加納さん、松下さん、桜田さん、そして諸岡さん、こんにちは、こちら久々の諸健さんなので遊びに行きたかったのですが、はい、外出自粛中ですので断念しました、うんうんうん、皆さんとお会いしたかったのですが残念です、うん、今日はラジオにかじりついてます、リクエストは加納さんの風の中で立て、諸岡さんのずっと心の翼をお願いします、はいはい、ありがとうございます、タオさん、リクエストいただきました、あ、タオさんありがとうございます、ね、あの僕の、ね、メッセンジャーにもタオさんご手に、ね、手にね、あのいただきましたけど、ね、前回はね確かいらした、そうそうそう、そういう、ね、時期じゃなくて、でこのスタジオもね3人までしか入れない、実は、あ、そうなんだ、そうするともうすでに、はい、あの江戸の木さんがいるんで、はい、僕はで続けらんないんだけど、ああ、そこをなんとかお願いしてね、ああ、だからまあ桜田君ちょっと今日お休みになった、そうなんです、一応その距離を置くっていうか全然距離置いてないけど、ああ、まあ、でも ここはねアクリルがあるし、ね、アクリルはちゃんとあるし ね、そうそう、面会みたいな、ね、まあ、でも
定期的にこう大丈夫ですか元気あと少しよとか言ってね、うん、刑務所に俺を面会に来るって、ね、髪の伸びだね、ということでね、今日はあの室岡健さんと生歌をね、はいはい、歌っていただこうと思うんですが、はい、今日でもカラオケ持ってきていただいて、そうそう、カラオケこの、あのアルバムのオケをオケも作ってもらったんでオケと一緒にやろうかなと思って、ね、ちょっとバランス取りづらいかもしれませんが、まずはどの曲からいきましょうか。今日は1曲目のですね、アンジェリーナっていう曲、アンジェリーナ、あの加納喜朗の音楽魂初じゃないですか、カラオケを使ってて。違う、ほんとほんと、そうそう、そうなの、うん、大丈夫ですか。いや、大丈夫かもしれないだと思うんだけども、ちょっとやってみますか。家でやってるんですよ、そうやって、なんか、あーね、はい、ジェリー、はい、行きますか、じゃあ、はい、よろしくお願いします、はい。嘘つきながら生きてくのは俺には似合わないぜ。 It's just not right me。 人の噂気にしてりゃ痛む心、傷つくのは自分さ。 I don't care anymore。真夜中に決めたい狙った獲物はお前一人。止まらないぜアンジェリーナ、二人きりの夜だぜ抑えきれずに愛し合える子。
CD から生に行ったね。生に行った、かっこいいね。いいじゃないですか、素敵じゃないですか。ダメダメ、これってあれかな、大丈夫、大丈夫でしょ、途中から生のね、生で生ギターが大丈夫でしょ。僕の CD の焼き方はダメだったもんあれ結構あのあれあのあるかもしれないね、なんかね、そういうあのちょっと反音飛び、あ、音飛び、すいません、 CD の音飛び、すいません、そうなるんだ、そうなる、あれ、ありますか、やっぱ今日は生で歌えっていうことなんでしょう、きっと気合を入れて、そうね、まあでも CD をかけてそのなんかレコードの感じがね、はい、あの出た方がおそらくいいんじゃ、ね、いいかなと思ったんですけどね、まあでも生もね、うん、できる、生はもう当然ね、全然かっこいいもんね、全然いい感じで、うん、できるんです、ね、はい、あのお便りを、なんかね、ちょっとこれバッテリーが切れそうなんで、はいはい、メールがあのメッセンジャーで、メッセンジャー、それを先に、あ、そういえばね、高橋真さんも、あの、カノオさんよろしくお伝えくださいって、あ、そうなの、あったの、ありました、はい、あった、いや、会ってないけど、あの、Facebook のカノオ、あの、メッセンジャーから、いや、あの、真さん結構ライブやってんじゃないですか、毎日やってる、はい、あそこに、あ、本当、書き込みがありました、ありがとうございます、はい、これね、アトランタの高橋つとむさん、つとむさん会ったことある、はい、あります、あれね、はい、ブルームードであったのね、はい、あの時だったね、はい、そうそうそう、はい、皆さんこんにちは、うん、現在夜10時半のアトランタです。今日のゲストはモロケンさん、はい、チャーリー佐藤さんの FB によりますと、カナオさんとの再会は、うん、去年のブルームード以来とか、 あ、そうですね、あの音楽魂ライブからそろそろ1年近く経ってしまうのですね。そうですね、まさか、あの頃アトランタからいらしたのね。あ、そうだそうだ、ちょうどそうそうそう、つとむさんに合わせたのよね、日程を。そうそうそう、まさか1年後にこんな日常が待っているとは、うん、これっぽっちも考えていませんでした、うん、早くこのような日が戻ってきますようにと願、ね、をかけながら、プロフィールカバーページに使っている私としては、うん、モロケンさんの登場は待ちに待ったという感じです。ありがとうございます。本日はぜひお二人のコラボレーションでお願いします。リクエストは何でも結構です、はい、よろしくお願いします。はい、ソシミさんのウクレレ漫談も聞きたいです。アンコールはオンライン投げ銭ライブでだとアンコールは投げ銭してくれるんだ、 ありがとうございます。オンライン ね、オンラインで今そのよくわかんない、やってる人いるよね、やってる、やってますよ、やってますよ、投げ銭、投げ銭じゃないですけどね、あの投げ銭で僕は無料でやってる、あ、それはそうですよね、はい、でも投げ銭のもあるよね。この今あの17っていうアプリでやってるのは、うん、なんかあのリスナーの人がなんか投げ銭やるやつですね。あ、そうなの、はい、俺何にも知らないよ、ね、なんか分かんないもんね、やり、うん、いや、やらないでいいですよ、生でいきましょうね、うん、もうほらコロナなんかあの終わったらね、まあガンガンできるでしょ、ね、そうですよ、うん、ね、もう少し辛抱よ。いや、僕ね結構部屋から結構配信したりするんですけど、うん、まあ 1,2 回は良かったんだけど、うん、まあ慣れてきたのはあるんだけど、うん、やっぱりね、うん、なんだかなって感じですよ。そうだね、うん、僕なんかそう思うんだよね、うん、やっぱりそうなった時にちゃんとやればいいし、そうですね、うん、だから、うん、あのなんていうかな、まあ、うん、でもあのまあいろいろね、あのやっぱりそういうこう歌を聴きたいとかっていうファンの方もいらっしゃるんでね、 そうそう、はい、それはそれでいいと思う、うん、でもまあそれぞれのやり方でね、そうですね、まあでもこの機会にこうやっぱり時代は多少は変わっていくでしょうね、音楽のやり方なんかもね、今から先ね、うん、だからそれに対応できるように僕は一応設備はね整えては動いてるんですけどね、うんうん、設備は整えても自分の感覚がついていかないですねなんかね、やっぱり九州のなんか田舎もんだんで、いやそうじゃない、だってもうほら田舎からさライブやるために出てきたんから、そうだよね、考えたらね、うん、別にテレビ出るとかこう配信をやるとかじゃないんでね、僕の目的は、うん、だったんで、うんうん、うん、でなんだかなっていう思う時は多々ありますね、うんうん、今のその子供たちの、はい、まあちょっと話があれですけども、はい、その子供そのサポート校をね、はい、やってるっていうことで、はい、そのことに関してどういうふうに思いますか？ですね、あの正直言ってあの、うん、不登校や引きこもりの子たちを学校に来さ、うん、音楽で学校に来させるっていうのが僕らの目的でやってるじゃないですか、うんうんうん、で今の現状はあの家にいてのリモートで勉強させたり、うん、まあやってるんですけど、うん、
それだとやっぱりもう引っ込みの子はずっと寝てんですよ、うん、そうだね、うん、だ僕もなんかそう思ってね、うん、そういう形にも変わっていくのかもしれないけども、はい、やっぱ僕らってライブもそうだけど、うん、その肌で感じ合うっていうことがやっぱり一番のね、うん、楽しみだし、はい、それでやってきたわけじゃないですか、はい、だからそれができにくいっていうことはね、うん、ハグもできないのよ。そうそうそう、本当ですよ、ね、うん、だからそれはね、うん、ちょっとやっぱりね、早くできるようになりたいっていうか、いや本当それしかないよね、うん、だって俺ここ来て金尾さんとかとしみさんと握手し人とね握手しようかなってするんだけど、うん、躊躇しますもんね、なんか、うん、前しようとしたらね、うん、ってやめてって言われて、うんうんうん、結構ショックで、うん、今結構ね世の中こうみんなマスクしてるしね、うん、表情がなかなか見えないじゃないですか。そうですね、だからもう本当に買い物行ってもマスク忘れたりなんかしても入れないから、うん、あえマスクしてないのこの人入れないの。いや見られるかも。本当話しかけちゃいけないんだよね。まあ、まあ、そうですね。だからまあだんだんそういう風になって嫌な感じになるよりも、うん、もうちょっとそのおおらかにね、うん、なりたいよね。なんか恐怖感ばっかりみんな持ってるから。そうですね、本当ですよね、うん、だからやっぱりこのままじゃなんかそういう感じになってくるから、子供たちのね、うん、子供がやっぱりその肌で接するというかね。そうですね、そういう、もう僕はそれができないとなんかね、うん、だって人間だからね、うん、やっぱり機械で生きたらねっていうところありますよね、うん、で今はしょうがないとしてね、やっぱりこう人とのこう関わり方がやっぱり大切だと思うんで、うん、やっぱりその辺は元には戻らないかもしれないけど、うん、最低限のコミュニケーションが取れるような日常に早く戻ってほしいなと思ってます、うん、はい、仕事はね、仕事をやってる人はその、うん、まあ、そういうのもでできると思うんだけど、うんうんうん、むしろ会議やったりとかね、はいはい、でもやっぱこう肌で接する仕事っていうかね、そういうことはなんかやっぱそういうことないとね、うん、そうですね、結構辛い部分ありますよね。はい、職種にもよりますもんね、うん、でこの前先輩と話してたら、先輩にズームっていうねソフトを、うん、入れてってやってたんですよ、うん、何それみたいになって、うん、楽々本だから入れられないんですよ。楽々本なの。先輩がね、先輩楽々本だから入らないっつって。なんか俺もそれ近いな。だから老人の方とかはできないですよね、うん、そうだから大変だよ ね、いろんな申請もさ、そうそうそう、パソコンありきだもんね。大変なんでね、大変よね。だからまあそういうことをね、まあ、乗り越えてね、うん、なんとか考えていかないとね、行きたいと思います。カナオさんは考えないとダメだな。いや僕なんか車でさ野菜を売るのがいいんじゃない。あるのね、はい、便利で今やってますね。あ、そうですね、そうですね、友達もやってるな、そういえば。あ、そういう人の方がなんか活躍の場が広がったかもしれない、うんうんうん、そうですね、まあいろんな携帯が ね出てきますよね、ということでね、今日 のお客様は諸岡健二さんですけどですね、世間話になってしまいました。すいません、なんかお便りどんどんご紹介しましょう、はい、こんにちは、大阪の荒木聖子さんです。大阪荒木聖子さん、はい、ありがとうございます。金尾さん、としみさん、桜田さん、キキさん、うん、そして本日のゲスト諸岡さん、ごきげんようです。ごきげんようです、はい、リスナーの皆様こんにちは。諸岡さんのアルバム発売おめでとうございます。はい、今日はきっと九州弁が満載になりますね。よかと、うん、よかと。大変な今ですが頑張るしかないと。今日は 川崎 FM さんで力をもらえます。諸岡さん、素晴らしいアルバムの中ですが、心の翼、うん、スペルにされたんかとちょっと知りたいです。ん、何それ、これちょっと意味が。スペルにされたんか、うん、リクエスト、忘れかけた空、あ、おかけしました、ね、ありがとうございます。深石の文面が特に残りますね、お二人全員で何かの一曲よろしくお願いいたします。今日も一日よろしくお願いいたします。セクさん、ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしいアルバムの中ですが、心の翼、こうスペルにされたんっていうのはちょっとよくなんかあるの、なんかそういうマークみたいなのあるんですか。びっくりマーク、いや、いや、ないですよ。心が、あれだ、そかローマ字になってる。あ、そういうことね。そういうことかな。あ、そういうことね。はい、あ、そう、はい、さすが。わからないけど、うん。そうでしょう、きっと。ということでですね、どうしよう、ちょっとこれ今日カラオケでやろうとしてたんだけど、はい、
あ、大丈夫。じゃあ生でやります。本当？ね、心の翼。はい。はい。参加できる。じゃあ参加してください。ちょっと。うん、じゃあ生で。参加してくださいね。足痛に。足痛に。ここは歌ってくださいね、はい、最後ですよ、はい、行きましょう。あのこれね、あの東京神学院 の、 あの子供たちの顔を見ながら作った歌なんですよ、心の翼、はい、泣かないでほら
ね、ありがとうございます。心の翼でした。ごめん、間違えた。どこで聞かないやろうと。いやいや、ずっとしようよ。ライブじゃないですか。いいじゃないですか。いや、聞き入ってしまいました ね、心の翼、いい歌ですよ ね、これもね、なんかありがとうございます。もう思い出深い歌です。うん、本当ですね。でも知る人ぞ知るね。私はこれダウンロードで、購入しましたよ。ありがとうございます。もう発売当時に。でもまだこれ今日買わないといけない。そう、ね、皆さん買った。でもこれ、ね、これエストランジェ全部自分で C 曲なんですね。そうですね、はい、ね、はい、全曲そうなんですよね。でもそれは結構基本でしょうね。もう打作ばっかり書き続けていやでも、ね、なんだろう、もう10年ぐらい前にあなたほら、はい、ちょっとがんでね、はい、大変な時期ありましたけど、死にそう、もうあれ10年ぐらい経ちますか。10年経ちましたね。ねえ、はい、もう全然大丈夫なんでしょ今ね。全然大丈夫です、ね、全然大丈夫、まあ、はい、克服して生還しましたみたいな。でその後ほらテレビでね見ちゃった何だかね、爆砲フライデー。何爆砲ザフライデーっていうあの番組があるんですよ、爆笑問題の2人と、はいはい、田原俊子くんがやってる、うん、あれですね、密着のやつがあるんですよ。そうそう、密着でね、はい、そうドキュメントみたいな感じ。ドキュメントで、そう、で公園でね、そう、公園で弁当食べる。何それ。いや、今の僕を、学校の、その、まあ初めね、学校のことじゃなかったよ、今の僕を取材したいに来たんだけど。あ、そういうことなんです。いや、やっぱり学校の宣伝したかったんで、うん、学校のことをしてくれっつってやって、うんうんうん、そしたら台本上がってきたのが、うん、ちょっととんでもなかったんで、これじゃできないっつって、うん、何回か書き換えていただいて。台本あるんだ。なので僕は公園で弁当食べてたんですけど。なるほどね、はい、それもなんか白いメガネ、透明のメガネで、はい、寂しそうに食べてくださいとか、昔イケメンだったあのロッカーが今はとか、ね、今はすっかりおじさんにとか言ってね。マジで。そういうレベルなんだ、はい、コンビニで弁、コンビニの弁当だった。でもテレビは怖いよね、そのまま出ちゃう。そうですね、みんなね、だから僕公園で僕の弁当を食べてると公園に行ってもいませんよ。そうそう、 お前公園で寂しくお前食べよっとかって、田舎の兄ちゃんとかで電話かけて心配して、はい。そうだよね、なるほどね、テレビの影響はすごいから。そうですね、まあでもね、いいんじゃないですか、うん、頑張ってる。なんかちょっと時間あるんで、はい、なんかもう一曲歌、それともかける、なんかかけますか。いや別に歌ってもいいですよ。なんか歌いますか。喋っても、いやいや、うん、ね、喋る、喋る、一番で一番、悲しみの数だけ動揺これね、体より心がっていう歌なんですけど、若い時は、うん、なんつうか、やっぱり女性とかの見かけとか体が欲しいじゃないですか。
でも年いったら、うん、なんか心が欲しくなっちゃって僕ね。あ本当そうそう思い出した思い出した。そんなです。そうそうそう。あそうね、はい。体ね。成長したでしょ。体が欲しいでしょ。体が欲しい。そうそうライブで何杯言っとったんですか。これいいですよね。何杯言っとったんですか。すごいよね。でも、うん、これ昔やっぱりあなた一緒にほら小花さんとかとやってたじゃん。はいはい。ああいうイメージ印象があるね。ああそうかもしれません。なんか聞いてたら桑名さんのね、一回中野で飲んだね、居酒屋で。マサイと？うん、マサイと。そっか。みんなでね。でしたっけ？うん、そっかそっか。桑名さんもね、そういうのみんなで飲むの好きだったんでね。ね。はい。周りが多かったね。桑名さん来ると。愛しつないだね。そう、愛しつない。でもなんかね、そういうイメージがね、今ありますよね。そうですね。はい。今の。あのやっぱりどうしても。白人っていうのドロックよりちょっとね、うん、ブルージーな感じの方がね、うん、好きじゃないですか、うん、お互いに、うんはい、なのでまあなんかね、うん、あの今後ともね本当に体に気をつけて頑張っていただきたいと思いますけどもですね。いやお互いですよ。お互い人のことを言わない。いや俺ね、うん、本当今日あの告白するけどその、はい、あれなのよその。なんですか。あのはい肺気腫になっちゃって、うん、でちょっと出しにくかったんだけど俺そう安心したのは、うん、親父も兄貴もがんじゃない。がんですね。まあ、はい、兄貴は今元気にしてますけども、はい、だからねがんじゃなかろうかと思って検査したのよ、うん、それは一切なかったのね、うん、だからうんそれでもうあのちょっとその肺気腫のことだけちょっと肺鍛えたりして、うんうん、まあタバコもやめてね、うんあの完璧やめてくださいよ。やめてるよ。やめてますよ。うん、5日間やめてる。なんもう一息もう一息。ダメさんとじゃあ。いや、でも俺酒も飲まれんと思って、はい、あので覚悟しとったら、もう酒もタバコもやめようと思って。うん、じゃあその血液検査したら、はい、あの要するに膵臓とか悪かったんだけど炎症を起こして慢性。うんうん、それがね血液検査したら、うん、何にもなかったのよ。あ肝臓も全然、うん、パーフェクトですよ。よかったよかった。俺は45年一回も休んでなく飲み続けたんだからね。よしもう酒やめようそこでね。パーフェクトだったんで。そうよ酒やめよう。不良中年の歌歌いますか。歌いますか。行きますよ。ありがとうよろしく。はい、ワンツースリーパー。抱かれた分だけ強く
よしろ、あの大騒ぎになりました、ね、大騒ぎですね今日のねゲスト、はい諸岡健二さんですけども、はいはい、最後にお便りこれ、はい、あんねちょっと、はい松戸のまっちゃん、はいはいはい、ありがとうございます。今日のゲスト諸岡健二さん、はい、待望のアルバム引っさげて登場ですね、はい、1時間長く短い時間楽しませてください、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ねね来てますけどもですね、はい、1時間あっという間だな、あっという間、本当にそうね、もう終わり、もう全部読みました。あ、そうですか、はい、ねはい、ということで ね、 ね、いかがですか、あの今後の予定とかっていうのは。そう、予定予定がなかなかね立てないけど、予定はね6月ね、うん、あの大阪京都入れてんですよ。あ、なるほど。だけどちょっとどうなんだろう、うん、小島さんと2人で。あ、そうなの、うん、はいはいはい、ピアノでね、入れてんですけど厳しい。ピアノとアコースティックか。そうです、はい、あ、それ楽しみですよね、うん、そう、俺も楽しみしてたの、ね、うん、小島さんとやれるなんてね滅多にないんで、うんうんうん、楽しみなんだけど、それ一応予定はあれかもしれないけど、どこで6月のね、うん、大阪のね空っていうとこと、はい、大阪空、はい、はい、京都の、ジョニーエンジェルっていうところ一応予定してるんですよね、はいはいはい、あ、そうですか、はい、6月14と16だっけな、そうなんですよ、まあ、ね、微妙かな、微妙ね、うん、でもやっぱり僕あの今歌わせてもらったじゃないですか、はいはい、やっぱり生がいいよね、生がいいよ、生がいいよライブやってるって感じだよね、生がね、あの、うん、いろいろこう僕しくじったりばっかりしてるけど、俺も生がねやっぱりいい、ね、それが面白いんだよね、生がね、うん、ね、いや本当ね、うん、私たちは今日は生でこのね楽しませてもらいました。やっぱりね、こうやっぱこう対面でやっぱりやるっていうのは、うん、やっぱりいいな、それでね、ああ、そうかそうか、そうよね、だってこれでさ、例えばまあしょうがないけどリモートで ね、うん、パソコン上でカノさんと佐賀としみさんとあえてやってもね乗らないよね。そうね、うん、でもさ、それでさ俺は乗らない、うんうん、飲み会とかやってんだよね飲み会やるし、ね、そうそう、つまんないよな。いや、それはそれで楽しいよ、おーいとか楽しくないよ全然毎日やってる人いるよ私の友達は、ね、おかしいよなんかだからそれ慣れちゃったら今度やってみますか、ね、いや、つまみつまみあるぞあ、鮭焼きましたけどそうそうそう味の開きで、お開きにとか言って、うん、ということでね、今日は諸岡健二さんですけどね、はい、久しぶりに松井さんどうでした、あの諸岡さんとお会いして、もう今日は嬉しかった、私はね、うん、得したけど、みんなね会いたいでしょうね、うん、そう ね、 ね、ぜひね、お買い求めいただきたいと思います。諸岡健二、ね、ファーストアルバム、まあ、ファーストアルバムで、最新アルバムですね、エストランジですね、ということでね、はい、楽しみにしていきたいと思いますけどもですね、はいはい、またね、遊びに来ていただきたいと思います。はい、ぜひ、はい、ぜひぜひ、ね、ここはね、この縁は切らないように、ね、はい、切らないでください、ね、来週来るじゃん来週来ませんから、ということでね、今日は諸岡健二さんでした、ね、あっという間の1時間でしたけども ね、 ちょっと、また来週お会いいたしましょう、はい、お相手は松下としみ、はい、金谷史郎でした、来週は金玉、お届けします。ちょっと歌、いっぱい歌いますからね、いっぱい歌う、うん、はい、お楽しみください、また来週お会いいたしましょう。 See you next time。埋め尽くす